はい、どうもクラウドです。今回、マリオカート7のさらに新作である、マリオカート7プラス1プラスデラックスっていうゲームで遊んでいきたいと思います。はい。まあ僕の視聴者はね、マリオカート7にとらわれてる人たち多いんでね、知らなかった人たちも多いと思いますけど、はい。まあ新作出てましたんで、危ない。まあやっていこうかなということです。はい。初手からちょっとやりにくいコース来たような気がしますけど、はい、気のせいだと思いたいです。まあこのカスタム も最強だっていうところを、見せていければいいかなと思ってます。はい、多分普通のレート帯ですけど、はい、まあこれとかせめて交換はしたかった。全然曲がんないね、これ針いけないね。まあコイン10枚にしたんで、これで、みんなに追いつけることでしょう。はい、さあそれを早く投げてほしいのと、それは知らない。一回止まるか、これは。それは赤コーラ折れじゃない、あ、強いね。さあサンダーが見えたら、鉄持ってるか、違うな、ミレスは持ってないし、ちょっとあれな人もいるね。これは欲張ってあそこのロンキまで入れたいところではあるな。そんな早くサンダーを引かないっていう、そういう期待を込めまして、怖いね。じゃあここでピョンっていって、さあこれで結構上がれるっちゃ上がれるし、ワンチャンサンダー引いてたら最強だしって感じですね。あ、そっち行くんだ。さあまあアイテム前あたりでここら辺で使っとこうか。ここでなかったらもうないでしょう、さすがに。あるとしたら3の3くらいか。結構いい返し回しもしてるよ。ああ、それに勝ってラッキーだな。どんだけ来た？ああ、でも、あ、え最強じゃん。このカスタム最強だった。そうか。てか、アイテム強っ。ずっと回避だったじゃん、俺。もう、サンダー恋状態だったじゃん。最強すぎたな。いや違う、多分これはセブンの5カゴの最強カスタムだと思うんで、はい、こっから流行ります。はーい、さすが、マリオカート7の新作 ではあるね。はい、このゲーム結果出ました、ミラーコースでーす。まあね、このね動画を見てるセブンに呪われし視聴者の皆さんにお伝えするとしたら、まあね、マリオカート7以外にもね、まあね、新作出てるっていうわけなんですよ。はい、なんでね、はい、まあ、マリオカート7ばっかりやっとらんとこういうゲームはあるよっていうところを証明したいなという感じで、はい、まあ今やっておりますと。はい、まあちょっと今前出てるけど、これは僕は裏から行くんでね、ここまで1位だったんで前行ってコインを回収してたっていうわけですね。はい、よし、こんな感じでいいでしょう。あ、ちょっと裏に投げないで、あーごめんなさいって、あーごめん、悪気はないから、まあ変にやるのよりはこれでいいでしょう。でまあゴールテープ切ったくらいにはもうサンダーテープ入ってるから、まあこれでいって、まあいいアイテム引くと、で普通にちょっと使いましょうかね。ギリギリまで貯めてもいいでしょう。この部屋がどういう感じの部屋かわかんないですけど、それは俺のハンドリングは雑魚すぎた。ここ裏に、裏に欲しいな、キノさん。ナイスナイスナイス。ならまあ、振ったら振ったでいい。ああ、振るか。まあ、2の3で吐きたかったけど、しょうがないね、こればっかりは。さあ、キラーを持っていってる人がいる。強いね。ここは絶対、セブンの5カゴで、クソみたいなアイテムできます。止まるか、このカスタムに止まれる自信ねえわ。そんな期待はしてないんで、使っていいでしょ。どこ行く、あ、耐えてる耐えてる、どうぞ。ああ弱え、終わった。これしょうがない、もうミラーなのも悪いし、そもそも無理。あとに強いカスタムではあると思うけど、さっきと同じアイテムじゃねえか。
でもギリギリ耐えてるわギリギリまだティア1カスタムって言えるかもしんないね、うん、この4レース中に総合1位取れればいいから、うん、今俺1位と5位だから、まあ、実質勝ってるようなもんなんでね、はい、まあ、そういうことにしといてください。いやもう1回くらい1位取ってね、やっぱこのゲームマリオカート7引き継いでるんだぞというね、もう神々だけど、うん、そういうの証明していきたいなって思ってるんですけどね、同部屋の人たちなかなかこの最強カスタム使ってくれないですね。みんな、なんかね、実況者が言ってるような、実況者とかね、大会、決勝者が言ってるようなカスタムしか、使ってない。まあ、囚われてるんですよね、きっとね。ダメです。はい、囚われてた。そんなこと言ってたら俺が囚われてるか。すいませんでした。いや、でも、環境を変えるためにも、このカスタムを流行らせていきたい。その一心で僕は頑張っています。さあコインが1枚も取れてない。今1枚取れましたけど、あ、ごめんなさい、僕がターボミスったおかげで裏のドッグが死にました、はい、ギリギリだなターボ溜まるのまあ、とりあえず1回、やって容量は掴んだんで、はい、ここ SMT 全然溜まり、UMT か UMT 全然溜まる気配ありませんでした、はい、まずいです。ここももういいです、SMT 溜まなくていいです。もう俺はちょっともうやめて、まあなんか前の人は潰れてないんだ、飛び来てる。俺はしょうがない、とりあえず飛びを絶対避けて、まあコインはちゃんとしっかりあるんで大丈夫だけど、ちょっと前の人たち早すぎてもうシャレにならん。いや、これ多分ねスターとか引けるそうな位置ではあると思ったんだけどな、そんくらい離れてたと思ったんだけどね。俺の重さでやられたな、たぶんあのテレサ。やっぱ重さだけは現環境最強カスタムかもしんないな。お、CMT まで溜まるか。でもここミニターボ J ができない、 J じゃねえな、あれができないわ、うん、さあ最後あれにあれてほしいところがありますが、どうしようか。いや、ワンチャン来ないか。いや、ファイターじゃん、うん、ここ絶対ターボたまんないんだから、来たわ。あ、マジで運だけはあるけど、無理だわ無理だわ。それに絶対当たらないようにして、危ない危ない、おいおいおい、あい無理でーす。絶対このソース勝てません。まずニスクが絶対不安定です。こんな人たくさんいるところでニスクなんて無理です、多分。はい、ラスレックパキアです。はい、ラスレこそ頑張りたい。てか、初手負けしないように頑張りたいですね。ターボ処理とかで、スピードとかで絶対負けるんで、初手、死ぬ気で前行きます。スタダミスったくせー。あー、よかった、せー。フィジカルで勝っていこう、フィジカルで。フィジカルカード7。あ、マリオカード7だ、これは。さあ、ここら辺でちゃんと、ジャンプアクションしますよ。できませんよ。さあ、これはダブル取らなくていいんで、インつきましょう、インも。インをついて。いや、いいよ、アイテムいいよ。あー、マジか。そんな普通に負ける?俺、普通に走ったような気がしたけどな。悲しいな。ちょっと今の人のアイテム見えないし。まあ、とりあえず、キノコ保持でいいでしょう。積極的に前に行く。もう裏行きます。もう勝てません。もうこのカスタムどんだけ被弾するの、俺が悪いのかな。ぜひ、マリカでネタ不足の方々は、はい、使ってみてはいかがでしょうか。クソカスタムです。はい、ぜひ、4レース分1位取ってね、はい、頑張ってほしいですね、これ。マジで、1レース目が運だけでした。それがよくわかる、動画かと思われます。はい、ちゃんとダブル取って、いいよ。いいよ、しかも、オッケーよ、いいよ、いいよ。ここは落ちないようにしっかり、助かった。キラー最強すぎる、このゲームの。このゲームのキラーが優秀なんじゃ。キノさん、キノさん。よしよしよし。ハーブの香り、ショート大使。もうダメだ。もうダメだ。スタースタースタ、もう勝てる気がしない。ここのダブルボックスでいいアイテムを引くしかない。ちょっとやめてほしい。
ちょっとブレーキかけます、はい、あお客様困ります、裏に下がります、ゴー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 、おおマジか、ここでワンチャン3の回避あったらいける、ブレーキ使って誰か持ってない、あ誰も持ってないからなら撃っちゃおう、あのキラーの人だけは回避したけど、いやワンチャンなかったか、しまったか、あー逆です、はい、あー僕ミッキー、あー僕運だけでこのゲームを呪われていたマリオカート7に、というわけで、はい、マリオカート7のさらに新作があるんで、ぜひ皆さんも遊んでください、マリオカート7より楽しいです、はい、お疲れ様でした、さようなら。